北京人のやつなんですか。はい、なるほど。北京人の私は大臣のぶった切りを買い、どうですかそのピンクの具合。いや、これは言ってましたもんね、ぼかしで、はい、ね、このフロントフェンダーだけどっちにしろ穴開けなくちゃいけないんで、はい、穴開けそれを、はい、まあ仮付けまで行って、合わせてね、想像力を高めようかと。はい、アクセルワイヤー、チョーク、はい、クラッチと今、そうです、ブレーキとかをほらもうオイル抜いたり、そうか、そっちがね大変ですか。はい、ちょっとじゃあブレーキ作業ですね、はい、ちょっと一回止めておきます。はい、ブレーキ、ね、はい、どうしてもね、はい、どうしてもね、はい、もうコースが、はい、もうつかないんで、はい、ここの間だけ、はい、もう不本意な、はい、メッシュコース、なるほど。かぶしとこうか。ああ、いいです ね。そのなんか派手じゃないように、そうそうそう、あえてね、はい、あえてそうしよう。あ、そっちの方がいいかもしれない。メッシュホースじゃないっぽくなんかするってのもいいですね。そうね、はい、性能はいいのに、変な時代だよね、昔のこと見したかったけどね。ねえ、まあね、うわー、来た来た。いや、これいいですよね、なかなか、うん、いいっすね。うん、こうやってつけて正解じゃないですか。うん、ね。こうしましょう。引っ張りというかね、うん、その変な引っ張りは、これで解消されるというですね。うん、わ、これでね、良かったです。はい。でね、これで、はい、青いこのアルマイドが見えるとちょっと恥ずかしいから、はい、これ隠して。旧車に合わせて。ね、隠して、ほら、わかんないでしょ。おー、めちゃくちゃ、ね、これで、しっかりとブレーキもよく効く、長さも問題ないやつ、はい、菊ちゃん、はい、取り回しはいかがですか。はい、ちょっとだいぶ改善された気します。いや、やはりなんですよ菊ちゃん、はい、このハンドルをね、はい、つけると、はい、このマスターシリンダーが上を向いてしまうんですよね、はい、これ本来はもっと下を向いてほしいんですもんね、はい、ほらほら、そうそうそう、ね、こっちのレバーとこっちのレバーの角度が違うという。威嚇しても、またがってください。はい。ちょっとハンドル下すぎるな。下？もうちょっとで。タンクつけたら無理かもしれない。ああ。わしは、はい、このセットバックキットとか、はい、ちょっと上に上げるキットも持ってるんですよ。だから、このロケットカウルをつけたときに、はい、マスターシリンダーが、とにかくぶつからないように。その時のために、はい、こういうね、わしは、え、もうあるってことですか。はい、こうね、そう、うん、これを手前にしたい、うん、はい、うん、後ろにずれる。だいぶ昔の体勢のバイクが、うん、俺マジで今このペケジェが可愛くてしょうがない、はい、というわけでね菊ちゃん、はい、次は、はい、大好きな、はい、ダイシンの直感マフラーをつけてきましたね、はい。じゃあこれはどうしようかな、菊ちゃんにつけてもらおうかしら。マフラー、はい、大臣っていうのはこれ一人でつけれますから。そうですね、もうこんな軽々ですからね、はい、そうです、はい、やっぱね、このアルミフランジもかっこいいよね、はい、プロップマンさんに、はい、朝持ってって、はい、今日って言いましたこんな無茶聞いてくれるの横にだからですよ。いや、やらないですよ普通はって、ちょっと怒った顔で言ってました。いや、それは石井さん正しいですね。ね、本来は新品のガスケットも入れない、入れたいとこですけど、はいはい、ちょっと今日はね、外したりつけたりを多分繰り返すと思うんで、はい、つけていきます。当てがってみましょうか、ね。はい。まずは当てがってください。ここだよね、楽しいのは。
佐田くんのはねアルミだけど、ほらあの平らなフランジだから、はい、あそうか違う、ああはい、はい、一回つけてください。ピタッ、おぴったりなんですよ。いいっすね、はい、ていうかこれさもうぴったりだよ、ね、当たってない。ちょっとやっぱ早く音聞きたくなっちゃいますね。そうでしょう、はい。いやその55の音比べの話もあるじゃないですか、はいはい、企画として完璧ですね。やっぱ今のところやっぱ CBX 明確に違うじゃないですか、はい、音で CBX をって思ってる人は絶対400買った方がいいですよね。そういや本当ね、はい、スタイルでの人は55で俺はいいと思ってますけど、そう俺はもう完全にスタイルで買ってるんで、まあ音も悪いわけじゃないですからね。悪くない、はい、ただ俺たちが言ってる音ではないっていう、はい、そうなんですよ。400の乗っててあの音が最高だったんだよなーで思ってて55買ったら、うん、あれってなります。絶対なると思います、ね、マジで、はい、CB7-F あるじゃん、はいはい、あっちの方が音いいと思う。あなるほどな、音だったらじゃあもう、はい、だ55より、はい、好きな音嫌いな音ってあるけど、はい、CBX っぽさを求めるんであれば、はいはい、CBX55 より、はい、750F の方が、うん、ここは俺は近いと思う。はあ、はい、もう、はい、完璧についたんで、マフラーが、ね、しっかりと、まあとりあえず排気漏れね、はい、するかもしれないですし、はい、何よりもアタイたちのテンションを上げたいんでアタイたちの、はい、1回エンジンかけるよ。わあ、ちょっとやっぱエンジンかけるっていうのはね一番こうテンション上がるとこですから。大臣マフラー、俺が思ってる大臣じゃなかったな、ぶった切られてたな。まあこれいつもながらのあれですけど、はい、何回でかかる。うーわー、あれでもちょっと5回だな、はあ、なんかでも整備自体はねやってあれしてますからね。蹴る、はい、何回、俺5回、じゃあその手前でかかる4回にしましょうか。じゃあ菊ちゃんは4回、はい、うわちょっとどうなんだろうな、いやはい、おーい、おーい、うわちょっとやばいやばいやば、おーい、いや、すすがすごかった今。すごいね、すす。調子いいですね、やっぱり。ね、はい。音がいい。なかなかいいよ。はい。似てますね。はい。そういうことです。はい。やっぱりだから400よりは太いけどっていう。やばいな。やっぱ音いいですね。やばいな。またやばいなこれ。やばいよ、また仕上がってきてますね。いやめちゃくちゃいいわこれやっぱり。レスポンスいいよね。俺めちゃくちゃ気に入った。もう完璧だよ。またやっぱ愛情入れちゃうから手放さなくなっちゃう。キキちゃん、はい、早速フロントフェンダー外してください。そうですね、はい、やりましょう。
でもさ、はい、このフェンダーだからこそのペケジエ感あるでしょ。まあ僕はまあノーマル派なんで全然これ嫌ではないんで。でもさ、はい、俺これ前から思ってんだけど、はい、パッと見マーク2みたいじゃない、でかくてフロントフェンダーが。確かにボリュームはありますもんね。そうなんだよ、この白ホイールってのは最高だよこのね、外人さんが貼ったヤマハっちゅうのは私はね、はい、あえて残してますから。そうですね、はい、このダサい、はい、ダサいところが好き。ここは取らずにちょっと多分これより、はい、今外でドンボンドンドンドン太鼓みてえな、はい、だってんじゃん、あれの方がうるさいでしょまあ、ね、やっぱりハーレーはね、はい、ドン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 、ハーレーは本当でもうるさいよな。いやハーレーうるさいよ。でもハーレーの場合は意外と何も言われないです、はい、言われないですよね。この止まっててこれですもんね。そう止まってこれ走り出したらまた、そうダダ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 ダ、だから走るとえらいことになりますよね、うん。走り出した音聞きましょう、はい、ね、この三拍子っていうのがいいっつって ね、まあなんとなく言ってることはわかるけどさ、はい、でもアイドリングだったら完全に4気筒の俺たちの方が静かだからね本当ですね、それはまあ間違いないですね。あ、そうだ、はい、入ったトラックが遮ってそこまでうるさくなった、はい、はい、取れました、はい、フロントフェンダーちょっと乗せて使わせて、はい、まず、はい、俺のそのピンクのヘルメットと色を合わせてみて、はい、マジ超合ってるじゃん、はい、ねねやってますよこれ。やっぱりヘルメットと合わせるのは最大のおしゃれだから俺はこれ、そしてこのピンクのサングラス、これをしてね乗りますから。はい、横須賀の街を、はい、菊ちゃんがこれ、いや俺がこれ、はい、いやそういうタイプで乗ってたわけじゃないんだけど菊ちゃん、はい、俺もう気絶しそう。最高ですか。はい、あでもいいですね。いいでしょ、はい、ウインカーやりたいな。やるい、うん、ね、でもさどう思う、最初からロケット行っちゃう。いや俺さすげえ悩んでることがあるんですよ、はい、あの16歳当時仕様であれば、はい、俺後ろオレンジメッキのウインカーつけてるんですよ、はい、ヨーロピアンで、はいはいはい、して前はウインカーついてないんですよ。だから属車イコール俺はウインカーない方がいいと思ってるんで、おすぎのジャメリカンみたいにもうウインク超ちっちゃいやつつけるか、それとももう今前後ヨーロピアンとりあえずつけちゃうか。このライトってペケジェめちゃくちゃでかいじゃん。でかいですね。ね、ねこいつぐらい風貌が似合うバイクないんですか。そうなんですか。マジでこいつライトが超でけえから、はい、風貌いいですよね、うん、俺も風貌好き。ほうほうほう、くしゃマジこのウィンカーいらねえな。ウィンカーそうですね。あウィンカーも模擬太郎するしかねえよ。そしてね俺はいざって時のためにライトアップステーも買ってるし、はい、でもまあ横にいる俺あの昔の写真を見て、うん、低めについてるロケットのあのかっこよさはいいなと思ってます。もうそれを言われたら、はい、もう今日はこのままにするよそして次回、はい、もう車検取ってますから、はい、ね、それで外装が全部上がったらもういきなりロケットつけちゃおう、はい、それでは菊ちゃんもう今日はね、はい、もうヨーロピアやめます、はい、そして、次回、はい、このね、はい、ピンクの外装が来るということで、はい、あフロントフェンダーだけ止めちゃおう、まあ位置ねちょっとねそう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 ですね。お、やばい。はい。やばい。何ですか。加藤さんだよお前。はい。こっからお前ちょっと別の動画だな。お、加藤さんおはようございます。おはようございます。加藤さんが来たってことは。ってことは。あれだよ。はい。うお。ほら。これだよ。うわーすげえ。やばいよ。なんかさ、ペインターの人ってさ、はい、こういう格好もおしゃれじゃない。はい。ほらこれハーレー屋さんがよく着てるよ。ああ確かに。ね。これなんかもこれだから。つなぎ。三百。はい。もう
ヤバオです。これはヤバいっすね。これはヤバオです。これどうしようかな。今つけちゃう、やることはすごいありますよ、この後。そいつにつくんですか。こいつっす。いいっすね。いやもうこれ、あれだろう。はい、ちょっと、当てがわずに見られないだろう。まずはちょっとお披露目していただいて。いやこれはちょっとお披露目しよう。はい、ね、マジで、はい、本来加藤さんってこんなペインターじゃないんですよ。いやいや、そんなことないですよ。加藤さんは、はい、ね、もうおしゃれカスタムペイントとかやってるような人なのに、はい、俺の時だけはこういうね、あの思い出して、はい、読者ペイントもやってくれる。すごい。でもね、ちょっと加藤さんのインスタのあれつけておきますんで、はい、DM でね、言ってみてください。もしかしたら、やってくれるかもしれない。お願いします。お願いしますってさ、加藤さん、はい、うちのチャンネル見たっつったら、あんまり普通の人来ないけど大丈夫。まあね、加藤さんもね、寝が嫌いじゃないからね。まあそうっす。だってバイク何台持ってんだっけ、自分のバイク。8台ぐらい乗らないですよ。だから菊ちゃんより1台多いんですから。だから俺からも、はい、ケッチ500とか RD とか買ってくれてるし、はい、マジで加藤さんもマジここ最近いない、ちょっとおかしい人、おかしい人よく集まるな。だからね、おかしい人のところにはおかしい人集まるから。ルイは友、ルイは友よ。いや加藤さんも実際、はい、自分が、ね、塗ったやつがどうなるのか見たいはずだもん。見たいです。そうです、一番の完成形ができるわけですもんね。これ明日車検行くのも、え、あ、いやマジっすか、はい、車検行くのに、はい、もうこれですよ。てってれてってってって。うわ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 、これよ、すげえ、わっ、これこれしかもわざとこういうなし地にしてもらってるんですよ、スプレーっぽく。本来はツヤツヤになるんですよ、はい、塗装屋さんの裏の方がツヤツヤですよ、見てこれ。裏はツヤ。なるほど、本来はこれが、これが表はこのわざとなし地にして、あ、いいですね。俺が塗ったラッカースプレーに近い表面にしてもらってるんです、はい、あ、これ、これにってことですか。そう、ああ、なるほど。これもでよ、はい、本当腕があってだから。はあ、すごい。わ、塗装屋さんなのにこれ全然ツヤねえじゃんじゃないです。わざとそうしてもらってるんです。すごい。これじゃまず、うわ、すげえ、まずドーン。いいっすね。いいでしょ。本来は俺はテールはセレクトだから、はい、でも俺一応ためこれも塗ってもらってるんだ。おお、はい。うわ、タンクとテールだけやり直してあげる。うわ、かっこいいでしょ。うわ、うわ、いやいや、もうこれ加藤さん本当はまだこれ見せないんだけど、もう見しちゃうから、俺もうちょっと待ってて。ああ、かっけー。うわー、うわー。川口さんに当時の俺の写真、バイクの写真見せてね、やってもらったんです。うわ、当時もツヤありだったっすか。ツヤありのエナメルの白、ね、それで、交番に3ヶ月ぐらいして没収されて帰ってきたら、もうここがもうピンクみたいになってます。色が抜けちゃって。ああ、日向で。そう、ほら、うわ、こうやって作るんです。なんだこれ、いいでしょ。うわ、もうかっこいいな。マジで何なんだよ。うわ、これもう完全に俺の子供の時仕様だよ。ほら、うわ、やば、すげえ。いや、マジでかっけえ。うわ。当時俺がやってたより確実にかっこいいぼかしですよ。でも俺はもうスプレーでブワブワってやったからね、はい、こういうとこも分厚かったし、濡れちゃってたんですよ。だからこそ今回加藤さんにお願いしたんだけど、はい、いや、すごい。これ俺乗るのか。これシゲックスのはないから、あんま乗らないんじゃないですか。いや、加藤さん、乗ります。僕はこの時は16歳ですから。ああ、これはもうあの53歳が作った言葉でしょ。これは16歳当時の僕が作ったやつですからね。それでね、加藤さん、はい、これまたお願いするのが他でもないんですけど、僕もうこれに穴開けたくないんですよ。はい、穴をね、だからこれ加藤さんのところに行こうと思ってたんですけど、はい、これを、うん、これを内側にね、
もしかしたら FRP でかけてもらおうかと思って。はい、言ってください。そしたらこの造パンとか全部つけたら後ろからキュッ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 とできるんじゃないですか。はい、それももしかしたらちょっとやってもらおうか。あ、全然いつでも。へえ、これもう、はい、明日キクちゃん来るから、はい、明日これキクちゃんと取り付けるから。うわー、いいっすねやばいよこれ。これやばいっすね。はい、とりあえず明日朝一でこれ車検も行って、はい、行ってで車検っちゅうのはもうここの幅だけなんでね、長さっていうのは。あー、はい、ホイールのホイールベースとか全長とかっていうのは測られるけど、はい、うん、もうこれロケットカウルつけようが何つけようが、はい、それは変わらないんです。へえ、はい、車検が終わった後ロケットカウルをつけることになるけど、はい、これは違法じゃないんですよ。もう工量とね、工軸がちゃんと取れてて、はい、幅っていうのはあくまでもここの幅で車検はつくんで、 それを超えることはないですもんね。はい、しかも私はこれが全部出来上がった時にとある取締る側の人のところに行って、ね、問題ないですねって一応、まあ、あの方たちも一応お墨付きは与えられないですよと言って一応見てくれるんですよ。特になんとかバイ隊員の人ははい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 、はい、ね、面白がって見てますよ。まあ、すごいの作ったねみたいな。作ったねと。そう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 、ね、あの方たちも基本バイク好きですから。まあそうですよね。はい、いや俺も取り締まられた時とかね、はい、あのムカつくんですよ。はい、あの本当あの何一時停止のところで隠れてたりするでしょ。はい、はいはい、そうですね、一時不停止キーってなりますけど、はい、あれはもうあの人たちもお仕事ですからね。だけどあれの、まあ、お仕事外で喋った時はまあいい方だったりするんですよ案外。うん、FX タンクとかついについたなっていう。これは潰したやつですか。そうそう、宇野くんですよね。あれがやっとこうなったわけですもんね。そうだよ、初は、はい、俺もうアロハで乗るから。アロハで、アロハでこれで、いや本当はアロハに白のバミューダパンツ履いて、はい、アミさんで乗りたいんだけど、はい、ちょっとアミさんとかで乗ったら捕まるんでね。ああそうなんですね。はい、バミューダにちょっと本当はデッキシューズみたいな、ドリフシューズみたいなのを履いて乗りたいですけど、はい、そうするといや半ズボンダメだろうみたいな。まあまあ確かに。それ言ったら T シャツだってダメって話になっちゃう。まあそうですね。俺はもうそういう模範ライダーじゃないから、その日は、はい、もうバミューダ、バミューダ、アロハにバミューダにデッキシューズ、はい、確かにこれで模範格好で乗ってたら嫌ですもん。なんかいやこれあの当時、はい、俺は地元の金物屋さんとか、はい、多摩川を渡ったところに東方スポーツ館っていうね、はい、今でいうホームセンターよ。あー、はい、当時はディスカウントストアって言ってたんだけど、はい、そこでまあスプレー買ってたんだけど、相模原のアイワールドってところに行った時にスプレーの種類の多さにびっくりして、はい、それは読者も派手だわと思ったの。ああなるほど、はい、その地域のホームセンターのスプレーの差でそうだよびっくりするわけですね。びっくりした本当に。私こんなの交番にいっぱいあったよね。ありましたね。お知らされてる深夜さんのところにもこれで突っ込もうか乗り突っ込もうかな深夜さん、はい、深夜さんっていうのは、はい、横浜のあの某バイク屋さんなんですけど、はい、もう俺の電子辞書。あ、昔は分かんないことがあったらとりあえず深夜さんに一回電話するみたいな。ああ、そういう方がいらっしゃったんですね。深夜さん、はい、だからこの前の Z1R のババちゃんの時も、はい、あの電子辞書を深夜さんにめちゃくちゃ久しぶりに電話して教えてもらった、はい、今や Z 屋さんなんだけど、やっぱ Z1 とかたくさんある中、はい、Z1R の2型を俺で一番いじったんじゃねえかなみたいな話をしてたから電話した、はい、なるほど。それでいろいろ教えて、そういうやっぱ生き字引がいるわけですね。そうだから深夜さんのところに乗り込んで加藤さんのところ行って、はい、深夜さんのところ行って、ね、っはい、そしてその後もギャラン行って浜松町行って、はいね、小池タックルにビビりながら帰るというね、そういう一日にしようかと思ってます。今でこれでうんうんって言ってる人がいっぱいいるわけですね。いっぱいいるよ。もうギャランとか小池タックルって言ったらもうみんなファーっつったり震え上がるもんですから。あ、そうなんですね。はい、もう横浜の夜デリカとローレルには気をつけないとね、ひどい目に遭いますからね本当に。デリカスよ、これマジで日本一かっこいいんじゃねえかと思ってるから今。カウルなくてもいいっすね。そうでしょ。だから俺は最初カウルつけてたんだけど、うん、以外に6尺で今思いっきり引っ張らないでカウルバキバキになっちゃうね横が。それでカウルを外して乗ってたの。ただもうライトアップでバーンして。はい。六尺でバーンがよくわかんないな。昔はもうドヨネロったらもうおまわりさんで六尺持って待ってたの。あ、おまわりさんですか。怖。変なお前、おまわりさんの昔は自転車投げてきたり。え？そうだよ。プロレスラーみたいな。いや本当だよ。
よ。昔はもう取り締まる側も、はい、取り締まられる側も本気だから。最高。いやでもこれかっこいい、この状態すごくかっこいい。お前これ見てキャリーパムパムなの。いやこっちはそうでしたけど、こっちは今のところそんな思わないですね。あ、思わん。こっちめっちゃかっこいいと思ってますよ。キャリーパムパムじゃない、キャリーパミパミ感がなんかないという。そう、形がそもそもかっこいいな、この FX タンクと AKJ と。当時 FX タンク流行った時、はい、俺もね FX 欲しかったけどやっぱなかったのよ、はいはい、まともなのが。でペケジェも溢れるくらいあったんでね。と最後になんか組み上がったら、はい、コンパウンドで角っことか丸いとことか吹き上げてもらうと雰囲気出ると思うんで。えギアがあるとこないとこみたいな。ああそういうこと、はい、これがプロの技や。いやすごいっすね。俺そんなこと考えたことない。いやそっか、こっからこういうところ、まあこういうとこね、ニーズリップ当たるからちょっとツヤ出てるとか、うん、角っこだけ吹き上げてよく当たるからツヤが出るとか。すごい。プラスアルファのアドバイスっていうのはこれプロじゃなきゃできない。いやすごい、ね、加藤さんのところ混み合ってますけど、はい、ね、連絡してください。そうすればもしかしたらやってくれますから。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。マジでこれで本当は、はい、パステルのジャージ欲しいんだよね。昔ピンクと白とか、はい、ペパーミントグリーンと白とか、スカイブルーと白とかのジャージめちゃくちゃ流行ったもん。はい、ちょっとピンときてないな。これな、はい、それ欲しい。だからそれね、当時も持ってる方、当時も買います。当時ものジャージ。当時もしかないからね。こうダブーンとしてるやつよ。ああまたちょっと作りもあるわけですね。そうね、まあ、ダルーンとしてる、ね、トレーナーが売ってたもん昔ね。あったダルーンとして、ね。そうダルーンとして。ジョッパーだ。そうジョッパーあったね。ジョッパーあった。ジョッパー。ジョッパーっていうのは昔そう結構ねディスコとかに行く人も履いてたようなジャージもあった。はい、面白いんだよ当時の服とかって今意外とないから探すと。ああでも捨てちゃうからなもん。まあまあそうですよね。布は持たないですし、ね、やっぱり。ああ面白いですね。ね、ジョッパーあったよ、マジで。こういうのを見ながらそういう思い出話が花開くわけですね。そうそうそう、ボンスイとか、ボンジャンとか。ボンスイ、はい、ボンジャン。ボンジャンとかも、応援団みたいなジャージがあったのよ、ダブンダブンの。ああ、なるほど。はい、ああ、なるほど。ああ、切ってるんですね。見えないぐらいの方がいいよね、ほんとね。穴もこっちにしちゃう、うん、まあ、そしたらあそれでもいいんじゃない。幅があれいいですね。でもっとこれがここだな。ほうほうほう。